Thank you.
こんにちは、何のグループっていう名前で星野源の国語をやらせてもらってます。今お聴きいただいた曲はダストと、ダストっていう曲ともしもっていう曲で、星野源の中でもあと2曲も割とマイナーな曲、4曲なんですけど、この何のグループっていうバンド名になるまでにも結構いろいろあって、1年生になってみんなバイトアルバイトを始めて、ドラムのケブは、寿司まみれっていういかにも回転しそうな高級寿司屋さんでバイトをしていて、で、私はまあ焼肉屋さんでバイトをしてて、でベースのナオはオリジンでバイトをしてるんですけど、食べるのか不思議だろ。ギターのカイエ君は、サルバートでっていうそのイタリアンを受けて数ヶ月前に落ちてしまってからずっと無職中なので、それをいじってやろうと思って、バンド名何するって LINE で言われた時に、寿司か焼肉か家オリジンっていうのはどうかっていうすごいもう明暗を提案したんですけど、ちょっとサルバートーレ落ちたのいじるなって言われちゃったので、いじるなって言われちゃって、サルバートーレにしようかっていう話も出たり、一番いいわそれが、せっかく星野源やるのでドラえもん、イタリアンはどうかっていう話もしたんですけど、まあ結局今回やる曲の歌詞から取ってこの名前になりました。イエイ。それでは聴いてください。何のグループ、ただ稼ぐナイトトゥループ
人間にも、やばいつも、本気や早く準備イエスの人英語喋れなくてちょっとジェスチャーで寿司の個数やり取りしてたんですけど、でこういうジェスチャーされて、でこれ何個かなと思ったら8個ですごい戸惑いました。